こんにちは、グランピーです。今日はゆっくり喋ります。今日はパナソニックを紹介するんですけど、今日はチタンのパナソニックです。でパナソニックは、まあ、グランピーでもすごく人気な車体であって、一応人気なのが、CX のモデルになります。で以前パナソニックの工場見学、僕セオサイクルの時に行かせてもらって、結構大阪の田舎の方にあったんですけど、POS っていうそのパナソニックオーダーシステム その作ってる工場は、まあ僕ら見学できたんですけど、広さがグランピーぐらいの広さで、でなんか入り口にパイプが切ったのがトントントンって置いてあって、で奥でおじさん2人がこのフレームをこうロー付けしてたりとか、でその奥で1人がこのマスクをかぶってこのチタンをこのピシピシピシってやってつけてました。で聞くとチタンはだいたい8時間ぐらいかかるそうです、チタンフレームを作るのに。で1人でやってて、毎日残業してるって言ってました。まあ、その多分毎日残業した人が作ってくれたフレームが今回これになります。パナソニックの、FCXTD01 で、パナソニックの品番の F っていうつくのがフレームセットになって、 O ってつくのは完成車になります。でこれは CX なのでシクロクロスで、 T だからチタンで、 D だからディスクになります。かっこいいです。でこの方は、フレームサイズがですね、すごい大きいんですけど、590で、トップチューブが572で、サドルトップ、まあ、椅子の高さが770になります。まあ、僕よりも身長高い方で、確か183センチか4センチぐらいの方でした。でこのオーナーさんは、カーボンロードバイクに乗ってて、早く走るの疲れたっていうのがあって、ちょっとのんびりしまなみでも行きたい、でもちょっとグランピーっぽいのがいいっていうんで、今回はこの車体に選んでもらいました。で最後の最後まで、まあ黒森にするかチタンにするか、まあ悩んだんですけど、まあせっかくなんでってことでチタンで組ませてもらいました。かっこいいです。で今これ、じゃあ細部説明していきましょう。じゃまずハンドル周りからいきます。まずバーテープが、ESI っていうシリコンのバーテープを使ってます。これ乗り心地がめちゃくちゃいいです。でハンドルは、グランピーっぽいこのイーストンの、AX のハンドルを使ってます。でステムはトムソンを今、X4 の110を頼んでるんですけど、全然ステムが来なくて、ひとまずリッチーの代替品のステムをつけて今回は納車します。まあ、入荷したら交換します。で最近スルーアクセルっていう、まあ、シャフトが一般になってるんですけど、このモデルは通常の、まあ、クイックモデルになります。まあ、そのうちこのモデルがスルーアクセルになると、おそらく金額が8万円ぐらい上がると思うんで、ちょっと検討中の人はモデルチェンジ前に買った方がいいと思います。でホイールはもうなくなってしまったんですけど、マビックのオールロードの、まあ、前後セット3万6千のホイールに、IRC の冒険タイヤのチューブレスをつけてます。これ700の 36C、まあ、昨日の夜、まあ、残って作業したんですけど、まず一発で決まるんで、このマビックと IRC の組み合わせは最強に作業しやすいです。空気抜けてないです。はい、でレバー、まあ、コンポーネントは、まあ、シマノの GRX の、600番台を使ってます。で身長が高い方なんで、まあ、僕も同じですけど、クランク長が175で、チェーンリングが 40T を使ってます。で意外と皆さん知らないんですけど、ウルフトゥースからこのシマノフォーアーム用の GRX 対応したチェーンリングも出てるんで、もし 38T とか 44T にしたい人は、ウルフトゥースのチェーンリング買えば交換もできます。で後ろ、雨降ってきた。後ろは、11の 42T の、スプローケットを使ってます。このエンドがこうかっこいいですね。多分ここが一番お金かかってると思います。そうですね、あとフェンダーが付けれるようにこのダボ穴がついてます。あとパナソニック特徴はここに車輪を外すと、ここにチェーンを引っ掛けるこの、まあ、出っ張りがあります。まあ、輪行するときなんかはここにチェーンをかければチェーンが暴れないです。でサドルが
WTB のシルベラードをつけてます。雨降ってきたちょっと日陰行きましょうか。日陰じゃなくて一旦向こう行きましょう。はいはい、ちょっと雨から避けてみましょう。でサドルがシルベラードの、シルベラードで使ってます。でシートボストムソンセットバック使ってます。すごい綺麗です。このフレーム持った感じがやっぱり軽いですね。で、もともとやっぱり CX なんで、ここがなんか担ぎやすいようになってます。いいですね。でさっき乗ってみたんですけど、やっぱり普通のエンデュランスロードと違って一漕ぎでこの進む、なんていうかな、ダイレクト感が違います。だから本当にもう短い時間とか短い距離を全力で楽しむ人はシクロクロスもそうですけど、この CX モデルをおすすめです。ただ年齢重ねてちょっと体力なくなってきて、しまなみ行きたいとかもっと長距離行きたいっていう人はエンデュランスロードにするとか、あとグラベル系の BB ハイトが下がったモデルにした方がいいと思います。いやーかっこいい。でちなみにこれ金額なんですけど、発表します。金額、金額がフレームセットが31万5千円で、カスタムがだいたい20万円ぐらいかかってます。だからもしこのチタンのシクロクロスで GRX で組むかカスタムされる方はだいたいですけど、これ値段いいか分かんないですけど、60万円ぐらい用意してもらえればこういう感じでカスタムすることができます。今後ホイールをそうですね、クリスキングでカスタムしてもいいし、ホワイトでやってもいいし、またちょっと細いホイールセット1本持ってるといいかなと思います。という感じでまたやばいチタンを組んでしまったんで、それの紹介です。パナソニックは納期が約1ヶ月で、前回も紹介したんですけど、こうサイズ測るフィッティングマシーンも古いマシーンもあるんで、それを利用してもらえばこういう適正なサイズ乗ることができるんで、もし気になっている方は、で県内の方はグランピーに来てください。じゃあ終わります。